東館大会解説は竹内さん、そして山田さん、お二方にお願いいたします。どうぞお二方よろしくお願いします。よろしくどうぞ。まず山田さん、はい、この輪島石川日大コンビですが、輪島この七尾特訓のその後、ま、成果がすぐには出るわけはないんですが、いかがですか、どうご覧になってますか。なんかね、私なんかアウトサイドから見てましてね、はい、言葉の重圧と書かれることの重圧で本人参ってるみたいですね。あ、そうですか。ですからあんまりね、その期待を寄せて、まあ頑張れ輪島とかね、もうちょっとやってほしいとか言わない方がいいみたいですね。そうですか。もっとリラックスしてね、戦わした方が成果が上がると思うんですけど、輪島のいい面が出るかもしれませんね。七尾特訓が終わって、はい、さて成果はどうかって言ってもね、これ日がないわけですね。そうですよね。だああいうことって徐々に出てくると思う、はい、ただね、本当にこのシリーズ表情が良くなりましたね。そうですね。竹内さんはその辺どうご覧になってますか。そうですね、まさに同感ですね。ただですね、はい、やっぱ確かにやる気が出てますんでね、そういう分でそのやる気が出た分、またファンの期待もどうしても大きくなってしまうわけですね。そうですね。今日も大きな拍手で迎えられました輪島。まずは日大相撲コンビ石川が出てまいりました。相手はジェリーオーツ、いい動きを見せています。これはね、同じ学生横綱で、はい、しかも日大の出身同士と、はいはい、先輩後輩、まあ、正直申し上げて相撲ではね、輪島選手の方が石川選手と比べてはるかに器は上ですよね、はい、まあ、横綱、それもかなり素晴らしい成績を残した横綱ですよね。それでもね、まだプロレスではね、まあ、テクニック、動き、すべて石川選手の方がまだ上ですよね、はい、器は別としてもね、はい、だからどうしてもこう石川選手とコンビを組んでも苦しいですよね、はい、だからその分ね、だけどその苦しいのがためになるわけですから、はい、大いにこのコンビなんか組ました方がいいですね。輪島です。石川の戦いぶりをじっと見ています。山田さんお話したように非常に表情が険しく、そしてまたこのシリーズ生き生きとやっています輪島。温かい目で見てあげたいと思います。さあ石川、相撲タックル、軽く当てた感じ、そして腰を寄せました。この辺は相撲技すくい投げ、そしてボディースラムの体勢。竹内さん、石川もおっと巻き上げ元気ですね。特にですね、このやっぱり2シリーズ前から体が非常に上半身特に肉がいいよついてますからね。そうですね。そういう部分でやっぱり石川選手もかなりやっぱりパワーアップしてますね。はい、夏になりますと非常にこのなんていうんでしょうか、真っ黒にこの日焼けして、そして、この人はだんだん熱が入ってくると真っ赤にこの体がなってくるんです。さあ今度は輪島が登場してまいりました。グリーンのトランクス、輪島コールが起こっています。輪島の表情、カッと相手を見据えます。この表情がたまらない輪島。相手はベテランのジェリーオーツ、ちょっとこの声援を気にしているようです。確かに輪島にかかる期待は大きいものがあります。あ、大津コールも起こってまいりました。日本武道館14,200人のお客様、さあ手を伸ばしたのがジェリーオーツ。輪島どうこれに応戦しますか。右手を伸ばした輪島、左手を伸ばしたジェリーオーツ、今がっぷり組み合いました。胸が合いました。力比べ、砂漠のフリーは福田昭彦。相手に体重を浴びせていきます。力が入ります。日本武道館大会そのまま倒した。この辺は輪島の力勝ち。しかしジェリーオーツ、これを返していかんとしております。静かな立ち上がりです。山田さん、このジェリーオーツという人も、まあ、非常にこのテクニシャンといいますが試合巧者ですよね。キャリアが長いし、本当に息も長い選手ですね。そうですね。若いこのトムジンクとのコンビネーションはどうでしょうか。今プローカーセカンドロープが飛んでまいりましたが、あっと輪島を蹴上げました。速い動き、この素早い動きに輪島はどう対戦していきますでしょうか。左へ回りましたトムジンクです。これはね、輪島選手だけじゃないんですがね、はい、新人がやっぱり必ず1回はくぐる、ね、はい、もんなんですが、攻められた時に、もう攻められっぱなしっていうことが多いんですね。で、まあ、一時の輪島選手そこが壁だったし、馬場選手も他の評論家の人もよくそういうこと言ってましたね。ところが最近の輪島選手が明らかに変わったなというのは、この攻められてもすぐ反発というかやり返してくる力が出てきましたよね。起き上がるのも早くなりましたよね。 そこのところがね、すごく良くなったと思います。高橋さん、思い出されば、この、まあ、輪島今構成を取っておりますが、トムジンクとは東京デビュー戦、ここ日本武道館でしたね。ビッグマーテルとのタッグだったですね。そうでしたね。あれでですね、トートの人気が一気に上がったんですけどもね、はい、やっぱりあの頃のファイトもう一度思い出してほしいですね。そうですね。さあ、おっと、高橋ファイヤーマンズキャリー、いわゆる消防士と
いうふうに呼ばれておりますが、七尾でもこれを盛んに特訓しておりました。技のつなぎを勉強しておりました輪島です。さあ輪島から石川にタッチか、石川にタッチだ。今度は石川とトムジンクの戦いになってまいりました。5分が経過、石川です、そしてトムジンクです。山田さん、このトムジンクはこの3回目の来日ですがいかがですか。正直言ってね、こういうふうにこうビルドアップされた、はい、その筋肉美の選手っていうのはね、まあ、ボディビルダー出身っていうのが多いですよね、はい、でまあ、彼もあのウェイトリフティングとボディビルやってたようなんですが、はい、正直言って私の好みのタイプじゃないですね。そうですか。だいたい動き悪いんですよ。ところがこのトムジンクはね、この体から見ると、やはり若いだけあって動ける方じゃないですかね。ああ、そうですね。あの動きも、それからあの跳躍力もね、はい、ありますよね。だからやはりあのこうリフトを、いわゆるウエイトリフター出身で、はい、下手の典型だったのがブルーノ・サンマルチノでね、これはね本当にもう武骨なね、いわゆるパワー型の選手だったんですが、はい、本当にそういうの多いんですよ、アート・セイラ・トーマスとかね、でもこの人は割と動けますね。そうですね、で顔が、あの今風でね、可愛い顔でね、非常にいいですよね。そして戦う時にはこの可愛らしい表情がキッと締まるんですが、さあ力が入ってトムジンク、ドラムキック、動けますトムジンク。さあアームホイップです。竹内さん、この今シリーズ来ておりますあのアニマルの弟ジョニーエース、はい、あのエースとこのトムジンクが非常にいいコンビをまた見せてますよね。そうですね、やっぱりどちらもタイプも似てますしね、動きがやっぱりスピードでいいチームになってますね、はい、あのハリウッドブロンドズと比べてどうですか。往年のですか、はい、やっぱりあのハリウッドブロンドズはかなりその小型のチームでしたからね、はい、その面でやっぱりこれだけのスケールのパワーはなかったですね。ああそうですか。しかしながらアメリカンニューウェーブ大いにこの今シリーズを伸び伸びと戦っております。トムジンクからジェリー・オーツにタッチ、石川も輪島にタッチしてまいりました。でもあれですね、はい、あのダニー・スパイビーとかありましたね、今度のね、あのアニマルの弟とか、はい、本当に今っぽいですね。そうですね、スタイルの背がでっかくて金髪で、しかもあのヘアのカッティングがね、非常に似てるでしょ。そうなんですね、なんかもう本当に映画から飛び出てきたような、はい、でなおかつ今度のアニマルの弟との動きもいいし、技、はい、もいいですよね。あ、山田さん、グラウンドですよ、味が。ジェリーオーツ相手にグラウンド展開。ただね、私はね、輪島選手がなぜもっと相撲の技を使わないのかと思いますね。もっと自然にやればいいんですよね。何もプロレスの技にこだわることないんだし、自分でね、腰が投げでもね、はい、何でもや、うっちゃりでも何でもやっちゃえばいいんですよね。山田さん、確かに馬場選手はもうやることなくなったらもう相撲の技でいけと言うと言ってますしね。そうなんですよね。でやっぱりね、なんかこう上突っ張りなんかやっててもね、ちょっと中途半端ですね。もっとやるならもうバンバンね、下から勝ち上げていけばいいんですよね、はい、竹内さん、まあ、このレスラーにはキャラクターというのが必要ですけども、はい、まあ、このキャラクター個性豊かな輪島、それプラスその相撲の技を徹底してらしたらまさにもう2位可能と言いますかね。おそらくファンもですね、そういう輪島選手を一番期待してるんじゃないですかね。さあ輪島です、この辺りから突っ張りの展開はあるかどうか。さあ体が灯っていきました。今までのね、勉強でもういわゆる基本的なトレーニングとは卒業したと思うんですよね、はい、プロレスの、だからあとはもう個性でしょ。そうするとね、相撲流のね、はい、大技を出していけばいいと思う、だからサバ折りなんかでももう中途半端にいかないでぐいぐい空中で締めて、で後ろへ放り投げるとか、はい、横へ放ってもいいし、そのあたりこの日本武道館1万4千2役人のお客様の前でいわゆる輪島らしいファイトを見せてくれることができるでしょうか。今のところはまだ相撲技が出ておりません。あの七尾の合宿ではジャイアント馬場さん直伝のフライングネックブリーカードロップを特訓しておりました。さあ投手入れ替わる、まずは相撲タックル、場外に落ちました。トムジンク、ジェリーオーツが背後から忍び寄っています。石川が場外のトムジンクを狙っている。この人も相撲出身ですが空中殺法もあります、石川隆。この石川というのは山田さん、相撲技あり空中技あり、本当に驚きですよね、うん、あのだから自分のね、動きそのものに自信があるから、ね、何でもやれるということですよね、はい、さあ輪島です。試合の権利があるのはこの輪島とトムジンクです。組み合いました、ヘッドロック、サイドのヘッドロック、この辺はやはりトムジンク、それからジェリーオーツ組に一律の長があります。難なく輪島を転がします。カウント2、ジェリーオーツ、イブシギンのようなファイト輪島、しかし視線はジェリーオーツを離しておりません。10分が経過、
ここまではちょっとアメリカ勢の方が押しているかなという感じも見受けられます。相手はジェリーオーツ、組み合いました。先ほどスモータックルを1回2枚ましたが、さあこれはどうだ。グランドへの展開、後が続きません。スタンディングポジションを取ります輪島。右手が小刻みに揺れています。タイミングを測っているのか。組み合いました。膝を蹴上げました。フライングメイヤーです、ジェリーオーツ。ちょっと高口さん、後手後手になってしまいますね。それとやっぱり攻めの詰めが全くないですね。あ、そうですか。確かに最後はその攻め込まれているわけでもですね、まあ、先ほどに攻めているわけでもないんですけどもね、なんとなくやっぱり外人チームのペースにはまってますよね。あ、攻めと守りの切り替えと言いますかね。さっきも攻めててもちょっと間がありますもんね、はい、技がつながってないよね。あ、そうですか。少しずつプツンプツンになっちゃうから、だから流れるような動きっていうのはね、はい、まあ、ないんですよ。この技がつながるようになると、組み立てが上手くなるといいんですがね。頑張ってもらいたい輪島、エルボーです。山田さん、どうしても頑張るという言葉が出てしまうんですがね、まあね、まあ、仕方がないんですけれども、はい、まあ、見ててね、歯がゆい場面っていうのはありますんでね、はい、だからさっきのね、ショルダータックルにしても、はい、なんか当たってるだけ打ち抜いてるってとこがないんですよね。なるほど。体がこう当たった瞬間自分の方で弾き返ってるっていうのね、感じでしょ。石川の相撲タックルなどはもう全身を浴びて、はい、かけていきますからね。石川選手がいいですね、はい、小兵です石川。しかしそれをカバーする術を知っております。石川もうその天竜軍団もそれからこの外人軍団ももう本当にこの最前線に立ちまして、まさに外人現役隊長という異名すら取っています。この石川、余裕の表情はジェリーオーツです。それから激し迫る表情が石川です。対照的な表情です。ジェリーオーツのかなり上背があります。打ち下ろすようなエルボー、肩口に打っていきました。もう一回石川踏ん張ります。石川踏ん張ります。反撃があります石川。さあ対角線上、いやロープに掘った、あーっとショルダータックル。あ、やっぱり今のタックルがいいです ね今のはそんな走り込んでませんが、タイミングで倒しましたかね。ビシッとね、ビシッといきましたね。今度はどうか、いや今度はスモーラリアット。山田さんどうです。これがね、正直言うといまいち。そうですか。これはもう人を踏ん張り欲しかったですね。あ、なるほど。さあ今度は石川、攻撃がやみません。さあ石川もう一回、ね、いきますよ。ああいう技だったらね、はい、あー、かわされました。見る角度にもよるんですよね。あ、今まっすぐこうこっちから、ま、見たから、そうですね、打ち抜いてないように見えるんだけど、あるいは横から見てたらね、ちょっと奥行きがね、わからないですもんね、うん、そうなんです。さあ今度はブレンバスターの体勢です。身長があるだけにこのブレンバスターは効きます。石川はカバーに行きます。竹内さん、単にタッチの数だけ考えると外人組の方が多いようですがね。多いですね。それでまた逆に完全に試合のペースを掴んでますよね。攻守を切り替えるならこの人でしょう。さあおっとレアハックか、いや違う、合体戦法だ。ドロップキックあるぞ、来たドロップキック。あのマーテンとともに輪島に打っていった、あの武道館大会輪島のトートデビュー戦を思い起こします。ジェリーオーツがカバー、カウント2、返しました。石川まだ頑張れる。石川まだまだ。さあトムジンク勢いがあるぞ。この勢いは止めなければいけない。あー、フライングボディアタック、カウント2。石川頑張ります、悔しがります。トムジンク、さあバックドラップ、石返す、電光石火、返していきました石川。さあ輪島見ましょう、輪島の攻め見ましょう。まずはスモータックル、もう一回スモータックル。相手はトムジンクだ、ボディスラム、逆襟の体勢だ。今またいだボストンクラブ、トムジンクに打っていった。正面からジェリーオーツ倒れません。チョップが効きません。チョップを返す、アコールのような表情だ。輪島が突進する、カウント、あっと後ろからトムジンク、ちょっとまずかったですね。一戦目の山田さんどうでした。やっぱりね、攻めることに夢中になってましたね。ディフェンスがちょっとロスになっていたか。ドロップキックを食ってしまいました。輪島カウント2返した。石川につなぐか、それともここで返していくか、どうでしょうか。手上げた、石川にタッチ、火の玉小僧が飛んでくる。石川、15分が経過、30分の一本勝負、胸突き八丁、15分が経過。石川がロープに飛ばす、スモータックル、確率の相手をヒット、スコーピオンデスロックですが、これはタッグマッチ正面からジェリーオーツ、クイックタッチを見せるか。
石川さらに頑張るか。ロープの反動、これは危ない、返し技監督。高橋さん、石川のお顔を奪いましたよ。いいですね、この辺の返し技は絶妙ですね。さあ今度はベテランジェリーオーストの和島、さあ和島返していった、ネックブレイカードラップか、いやフロントスープレックス和島、山田さんがちょっとのけぞりました。どうです、いや今の技が欲しかったんですよ。あ、そうですか、サローリからね、この後ですね、この後一発何か欲しいですね。サローリからフロントスープレックスを打った和島、さあ切り伏せだ、これは今までなかった動きだ、さあゴールデンヒロチネックブレイカードラップ、1番4選手の役人の前ボールを取った和島、いい展開を見せました和島さんと、ゴールデンヒロチネックブレイカードラップ。最後は首を振らしちゃいましたが、あのね、はい、やはりいい勝ち方をすると喜び方もまたすごいですね。あ、そうですね、やはりこういうね、今日なんか勝った後もすかさずパッと右手を上げて、まあああいうね、はい、試合をやるべきですよ。15分36秒体固め、山田さん、確かにこの和島のやったぞというね、こういう、まあ、おたけびと言いますかね、ガッツポーズは久しぶりですね。今日はね、自分でも納得いったと思うんですよね、ジェリーオーツと握手、ジェリーオーツが、ベテランのジェリーオーツが和島の健闘を称えました。そして石川の健闘も称えました。武井さんはどうご覧になりましたか。和島選手の健闘プラスですね、最後のやっぱ石川選手の炎が絶妙でしたね。あ、そうでしたね、さすがにこのタッグの名手と言われています石川隆、もちろん日大コンビ先輩後輩、お互いに日米を問いません、ファイトに国境はありません、お互いパートナー、そして相手を称え合って、日本武道館1万4千2役人のお客様の拍手をもらって、そしてそれぞれのドレッシングルームへ引き上げようとしています。15分36秒、最後は和島博士、ゴールデンギロチンネックブリーカードロップからの体固め、ベテランのジェリーオーツを抑え込みました。15分36秒の勝負でございました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。